本当バカみたい。私、それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと。私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんか、ああ、ひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。私、カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、桐生さん。ああ、